ズボラメイク講座。メイクのなんかテクニックみたいなのはもう無視です。もはや正直顔になんか塗ってればいい。顔のなんかが隠れてれば、まあ、耐えです。すいません、なんか下からで、どうすることもできない。まあこれが女のリアル。22歳のリアル。こんなもんでしょう。ということでね、ハンドで広げていきます。大変。したところで、この日な、まあ気持ち程度のコンシーラーを塗ってみたり、したらもう耐え。クッキーありがとう。そう、コーヒーな。気持ちの粉、これ前大事ですよ。気持ちの粉大事。ほぼ気持ちです。なんかもっこりしてる。注射つけようかな。でここはちょっと本気になるところなんです。本気のシェーディング、これないとちょっと顔がね。小さくならないよと言っております。
わあ、なんだ。もうノックもせずに入ってくんなって話だな、正直。で、割と大事眉毛。正直見えてなくても、やるべきだと思う。シェーディングのコツ、なんかもう頬骨に沿ってやってみてください。あんまなかったよくさ、まあ、下から見てもいい女で困っちゃうみたいなさ、あんちゃんどこがやねんって話やな。どこがやねん。はい、もうアイメイクまで入りました。まあ、こんなん単色でいいですかね。今何時何分何秒。地球が何回回った時。10時47分6秒。おお、すごい。ありがとう。ありがとう。くる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 。まあ、こんなもんで。どちゃいまっか。まあ、今皆さんの目には何も変わってないように見えますが、はじめまして、どうも。まあ、一番の決め手と言っても過言ではない。アイラインを、まあなんか適当にそれっぽく引いたらば、コンサート出ない。コンサートじゃないね、割と長めに弾いてしまった。ほら、これやろ。痛い、足が。そうなんですよ、アイライン引くの得意なんですけど、最近下手くそで、この松葉が下がりきった眉毛に、あ、眉毛じゃない、まつ毛に、くるくるって マスカラを塗ってみたり。早く松葉に行くべきですね。塗ってみたりして、
舌もなんか気持ち程度にシャシャシャって言ってみたりして、こんにちは。涙袋に影を描いていく。で、描いたらば、気持ち程度の涙袋の中心線を描いて、で、鼻のシェーディングを施し、もう一段階こう横のここをこすって、鼻に塗って、でハイライトをベベベンって、いろんなとこに乗せてみたら終わり。はやー、一体何が変わったのって思う人もきっといるかもしれないんですけど、まあなんかミックしてる感あればいいと思います。もう15分経った。待って、今何時何分何秒、地球が何回回った時に、ちょっと気持ち程度になんかマットリップでも塗ってみようかしら。あ、すぐお腹すいた。いやー、15分でメイク終わります。やばい、うち15分に買ったわ。ちょっとピンクすぎた。15分に打ち勝ちました。私は10秒は持ってる。10分ぐらいでメイクが終わります。私は一瞬で終わる。はい、こんなもんですね。まあこんぐらい変われば、まあ人前に出れるよということで、こうするときはなんかもうちょいキラキラとしたりとかしたりしてみたりしたしたりしなかったりしてみたりして、いや、あ、1621、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ではね、ランキング読んで応援しよっかな。お、なんかいっぱいギフト来てた。ありがとうございます。私が、あの、画面を補正している間に。大好き。ありがとう。13位、読んだとちらさんにやっています。12位、ウーロンさんにやっています。11位、アイさんにやっています。10位、ミホタルさんにありがとうございます。9位、アルフレイズさんにやっています。8位、ひなちゃんひなしさんありがとうございます。7位、みなみさんにやっています。6位、りなさんにやっています。5位、よしたかさんにやっています。4位、しんごしんごさんにやっています。3位、たっちゃんさんにやっています。2位、けんたさんにやっています。1位、まこっちゃんさんありがとうございました。それでは、メイクが終わったということで終わります。ありがとうございました。またねー。